やっぱ空気の振動なんじゃないのかなと思うんですね。音楽の鉄則目標物を見ながら叩いてくださいっていうやり方をすると、1分でいいので叩く前にですね、はい、どうもご機嫌いかがでしょうか。ティーチングプロドラマーの辻でございます。今回の動画はですね、 90% のドラマーが知らないドラム上達に絶対必要な練習方法をお伝えしたいと思います。まあ15年以上ですね、ドラムレッスン活動をやってきて、体感 90% ぐらいですねの方がですね、こうちょっとね、今回紹介する内容を、まあ、知らなかったとか、こううまくできてないっていう方が、まあ、大体 90% ぐらいいるなっていう、こう中でですね、で意外とこう聞いてみると、あ、知らなかったっていう内容をですね、今回は動画でご紹介します。それはですね、高さ合わせドリルです。この高さ合わせドリルっていうこの言葉はですね、多分僕しか使ってない言葉なので、多分日本初です。この高さ合わせドリルはですね、本当にドラムのもう肝中の肝の部分だと思います。私辻和也はですね、手数を菅沼光三さんとですね、一緒に15年以上にわたりですね、レッスン活動を行ってきました。私の生徒様の中にはですね、ドラムマガジンのコンテストでチャンピオンになった生徒様や、実際にですねプロドラマーとして活動している生徒様もいます。私自身はですね、今もサラリーマンとして働きながら日本のドラマー界を盛り上げるべく活動しております。アマチュアドラマーの皆さんに日本一近いドラマーですので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。トランジション、ですね、高さ合わせドリルっていうのは、簡単に言うとですね、叩いた位置にちゃんとスティックを止めるということが高さ合わせドリルになります。この高さ合わせドリル、なんで重要なのかっていうお話なんですけども、これはあくまでも辻の考えですので、まずですね、音っていうのが何なのかっていうところのお話です。まあこれね、ちょっと難しい話なんで、ちょっと簡単にお話しますけど、要は空気がこう振動すると、でその振動が我々の耳の中に入って、鼓膜が振動されて、それがですね、なんかこう神経信号っていう、なんかこうなんか脳でこう変換されるかなんかしてですね、脳で、あ、これは音だっていう風に認識されるらしいんですね。すげえ難しい話なんで、参考サイトみたいなの、あの概要欄に貼っておきますので、ぜひあの見ていただきたいなと思うんですけども、よくね、ドラムが上手い人は音が安定してるなんてよくね、こう言われたりするんですけども、でその音の安定って何なのかなっていうのを僕を考えた中で、やっぱ空気の振動なんじゃないのかなと思うんですね。空気の振動が安定してるから、音が安定して聞こえてるなっていう風に上手い人はそう感じるんじゃないのかなと考えた時に、この高さ合わせドリルなんですね。ちょっとスティック持ちますね。つまりですね、この高さが毎回こんな高かったり、今度逆に低かったりしたらですね、やっぱ当然ながら、こう空気が振動するこの振動数っていうんでしょうかね、これもまあ変わってくるんではないだろうかっていうのが僕の仮説なんですね。これね、こう実際実験でやったことないのでね、こう本当にそうだってね、こう言えないので、ぜひですね、こう研究者の方もし見てましたら、私もいくらでも研究しますので、というかやらせてください。ぜひそういう研究ちょっとやらせてください。本当にお願いします。本当になので、高さ合わせドリルが絶対的に重要な理由というのはですね、やはり安定した音を出すこと、もうまずこれにつきます。はい、はい、続いてはですね、構えが大事というお話をさせていただきたいと思います。でこの構えが大事なんですけども、意外とね、こう皆さんね、こう結構、あ、そうなんだって、知らなかったって方がね結構いますので、お話しするんですけども、構える時に結構ね、僕がよく 見るのが、スティックをこう打面にこうくっつけて構えちゃう人がいるんですね。僕はもう本当にごめんなさいですけど、それはだけはちょっとやめてくださいっていうのは生徒様にはもう必ずお伝えしてるんですね。なんでかっていう理由が2つあります。1つがですね、意図しない音は出さないっていうのが、僕音楽のもう結構鉄則なのかなと思うんですね。まあすごい慎重につければ多分音ってほとんど出ないと思うんですけど、こうやってバッとこう音ザッとかって音しちゃうと思うんですね。意図しない音を出さないためにも、スティックはダメにくっつけない。そしてですね、もう一つの理由がこの高さ合わせドリルになりますね。まずこう自分で目安をしっかり作ってあげなきゃ、やっぱなかなか高さを合わせろと言ってもなかなか難しいと思うんですね。なので私は打面から3センチ5センチぐらい離したところで構えてくださいと言います。であれば、こう高さを合わせる目安が、まあ、ここの3センチ5センチ構えたポジションという風になるので、目安という意味でも構えっていうのはもうすっごく重要になるんですね。それではですね、高さ合わせドリルのやり方を紹介したいと思います。それでは行ってみよう。
はい、それではですね、実際の高さ合わせドリルのやり方についてですね、ご説明していきたいと思います。まずね、先ほどの話にもありましたけども、構えというのがね、本当に非常に重要になってきます。構えた位置に叩いて、構えた位置で終わる。そしてまたこの構えた位置から叩き始めると。常にドラムというのはこの構えた位置からスタートするということですね。これ絶対に重要なので、こうやってつけて構えるとかこういうのはなしにしてください。もう構えた時からスッと打面から3センチ5センチ離したところで構える。まずね、これやっぱ見た目も美しいので、もうこれはもう本当にこう構えてるだけで、あ、すげえこのドラマすげえ叩きそうだなっていう雰囲気がすごい伝わってくるので、まずはこうやって打面から3センチ5センチおよそでいいのでね、離して構えてください。で、一度自分でねこの構えの位置決めたら、もう基本的にはこの構えの位置で叩いていきましょう。高さ合わせドリルをやるときは、まずはですね、片手ずつやってください。で、右利きの方だったら右手から、左利きの方だったら左からで、もう手順は構いません。右左どちらから叩いても構いません。この高さ合わせドリルは高さを揃えることが一番の練習内容なので、まあ、もちろんそれ以外も気になると思うんですけど、それ以外はそれ以外の練習内容として取り組むべきだと私は考えてます。ただなかなかそうやってどうやって止めたらいいのっていう、止め方のそのコツぐらいは教えてよっていうね、多分ご意見があると思いますので、これはね本当にね、普段のこうレッスンでしか教えてないことをですね、今回ちょっと皆様にこの動画でお伝えしようと思います。で、やり方はですね、非常に簡単でですね、これは人間の脳みそのすごいところなんだかすごくないところなんだかちょっとわからないんですけども、例えば右手で練習するときは、左手のこのチップっていう、このスティックのこの先端のことをチップっていうんですけども、このスティックの先端を見ながら叩くんですね。で、この時に左手の高さはその3センチ5センチ、いわゆるレディーポジションの高さを保っといてください。そしてこの保ってる高さのこの左手のチップを見ながら叩くんですね。で、この時に人間の脳みそっていうのは、こう見てるものに合わせようとする習性がこう働くんですね。見てるものに対して人間って合わせようとするんですね。なので私のこの生徒様の中でも、結構こう最初高さ合わせこうでうまくできないっていう方もいるんですけども、目標物を見ながら叩いてくださいっていうやり方をすると、かなりの確率でですね、もうピタッとこうだんだんね止まってくるようになってくるんですね。まあ、最初は多少ねちょっとムラはあるんですけども、何も目標物がない時に比べたら、もう格段にしっかりこの構えたレディーポジションの位置にこう止まるようになってきます。で、左手も同様ですね、右手のこのチップ、この答えを見ながら打つ。この私のこのドリルっていう言葉をね、あんまりドラムの世界ではまあドリルって言わないと思うんですね。まあ、ドリルっていう言葉自体がですね、その反復練習を繰り返すことによって特定の技能を覚えるという意味合いになります。なのでこの場合の高さ合わせドリルっていうのは、やはり文字通りですね、高さを合わせるということを反復して習得するということがもう一番の理由になります。初心者の方はまずはね、フォームとか本当に気にしないで、高さを合わせることだけに意識してください思いっきり噛みましたけどね。というのは、そもそもですね、ドラムってこうやってつけて、ダメにつけて構えちゃいけないんだとか、あ、高さって合わせなきゃいけないんだっていう、まずその考えがまずねなかった方がもうほとんどだと思うんですね。なのでまずはそうやってしっかり高さを揃えるっていう意識をこう体に頭に定着化させるための練習だと思ってください。ある程度余裕ができたよっていう方はですね、じゃあここからもう一個上のちょっと目標としての難易度を上げたいと思います。で、それはですね、構えて上げる時にこうちょっとこう指を離しますスッと離します。で、この時にチップがこっちこう見えたりだとか、こっち行ったりだとか、こうしないように、はい、多分今この画面上で私のこのチップですね、先端見えないと思います。見えない状態にしてですね、打ちます、上げます、パーにします。そして腕を下ろして打ちます。で、当たるや否や指を握ります。で、この時にさっきと同じように左手で答えを作っといて打ちます。
で止められます。でこの時にある程度指をグッと握ると思うんですけども、この指の握る力をですね、いろいろ試してみてください。今これぐらいで止まったな、じゃあ次は当たる時にもうちょっとだけ力を緩めてみようとか、これがまあいわゆるですね、まあ余計な力を抜いていくっていうようなね表現になるのかなと思います。もう一回ちょっとおさらいしますね。構えますと、そして腕を上げていく時にパーにします。こうね、いわゆるこうこの辺でね、じんわりじんわりでこの重力がこうチップがこっちに倒れようとする感覚があるので、これをふーっと上げていって、まあ、こうパーにしていく。そしてこのねもう頂点まで来た、その段階で腕を振り下ろしていってヒット。でその時に指をちゃんと握ります。でこれね、これちょっとね、このまま後々ね動画の中でもいろいろ話していこうと思いますけど、小指はですね必ず離さないでスティックにもうとりあえずかけといてください。これね本当に後々動画の中でお話してきますけども、私はこれ小指を離すっていう打ち方はねすごい難しいと思ってるんですよ。僕はこれちょっとできないんですよ、逆に外すっていうのが。だけどある程度ちゃんと握ってください。これはもうお約束です、皆さんとお約束です。ギリギリですね、指をどこまで抜いても止まるっていうギリギリのところをこう探してください。これはコツとかはないので、私のその筋力量だったりだとかそのテクニックっていうのが皆さんとは一緒ではないので、やはりここはですねそういうやり方の方法論はお伝えできるんですけども、実際に皆さんいろいろ試してですね、叩いて試してもらいたいなと思います。ダメに対して構えます。そして右手だけでいいので左手のチップを見ながら打ちます。そしてピタッと止めるようにします。まあ多少はねこれ衝撃が出るので、打った瞬間ねスルーにしたら多少こうブワーンってなると思いますけど、おおよそピタッとこう止めることですね。で左手も同じようにします。右手のチップを見ながら打ちます。これ今ちょっとテンポ早めにやってますけど、もちろんゆっくりゆっくりやっても全然大丈夫です。左手、右手のこのチップのおおよそ大体同じ高さに揃ってると思います。はい、このようにしてぜひこれ普段の練習の中に取り組んでて、これでも速攻性のあるものではないんですよね。で僕も未だにやってますし、それこそ僕の師匠の菅沼光三もこれをしっかり打点を揃えるっていうのはもうめちゃくちゃ重要だと、これはもう生涯ずっとやる練習だってことは言ってました。地道に地道にですね、毎回こうドラムを練習するときに1分でいいので叩く前にですね、まずこの高さ合わせをまずやってみてください。それをやってから叩くようなこう習慣をつけてみてください。絶対にあなたのドラムサウンドは変わります。はい、いかがだったでしょうか。今回は 90% の人が知らないドラム上達に絶対必要な練習法ということで、高さ合わせドリルをご紹介しました。前の動画でもちょっとお話ししたんですけども、なるべくドラムっていうのはね、僕は単純に考えるべきだと思うんですね。というのは学生の方だったり社会人の方だったりね、忙しい方がたくさんだと思いますので、そういうですねこう忙しいだけどこうドラムの練習したい、だけど何したらいいのかわからないっていう方をですね、私はもう全力でサポートしたいと思っていますので、ちょっとだけなんだけど、ちょっとだけの練習なんだけど、あ、そこだけ意識すればいいのねっていうやり方をすることによって練習効率っていうのはもう爆上がりしますので、これからもですねそういうですねドラムに関する情報を動画でお伝えしていこうと思いますので、ぜひですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメント欄の方でもねコメントお書きください。あとね概要欄に質問フォームっていうのも作りましたので、何かドラムに関する質問だったり悩みとかありましたら、どうぞねお気軽にフォームから、お知らせください。それをですね動画内でご紹介する形で返答させていただこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。インスタグラムなどのね SNS も概要欄にありますので、ショート動画とかね、そういうのでは演奏の切り抜き動画もありますので、ぜひ、そちらの方もねフォローしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、またね、ありがとう。ここは木更津にあるメルキーロック、ここで撮影しました。